かんない。はい、お願いします。すごいことだ。あ、三上さんですか。はい、ありがとう2013年の5月とそれから2015年の6月に2回撮影しまして、で、まあ、先月映画を完成させたんですけど、2013年の9月12日ですね、僕と海野さんと新垣さんと出会ったのは、まあ、あの有名な事件が起こって新垣さんが誰もが知る新垣さんになる前の誰も知らない新垣さんと出会ったのは、あの2014年の2月に文春があるわけですけど、これ5ヶ月前ですね、5ヶ月前の9月12日、海野さんのロマンスとチェロリサイタルに行きまして、海野さんのリサイタルに行ったんですけど、そこで、ね、見えないパッサカリアという異色作品を新垣さんが書かれてました。そこで、出会いました。全く2人は2年前と全く変わらなくてですね、まあ、変わらないっていうことはあれなんですけど、本当に、今のままの感じなんです。僕一番知りたかったのはですね、お二人がですね、そのどこでその出会って、最も根幹の部分というか、どこが一番お二人の盟友を結びつけてるのかなっていうところは、僕はずっと知りたかったんです。スターウォーズ映画のスターウォーズが2人とも大好きで、そこでつながりますそれだけじゃないんですけどでも大きいですね、そういうところも、はい、まあ、食べるの大好き、喋るの大好きみたいな、なんかこう あったんですよね。で、他にないんですよ、共通点が今グループのユニット名を考えようとしてるんですけど、2人の共通項、音楽しかないっていうか、でも、なんていうのかな、音楽で喋れる人、2人ともみたいなところはあるかもしれない。でも、割と公私ともに楽しい関係って感じですかね。はい、僕はですね、好き勝手に自分が撮りたい映画だけ撮ってるんですけど、ということはお金がないわけですよね。本当にお金がなくて、この映画を撮るときは、もうプロデューサーと彼女と2人で撮ったんですよ。で、音声が途中でね、マイクもやってたんで、マイク途中で壊れちゃってね、もういいやと思って、もうとにかくもうサイレントで撮るしかないんですよ。サイレントにしようと、ね、いうことで、まあ、作り終わった後でですね、どうしようかなと思って、まあね、このままっていうわけにいかないので、音楽が欲しいなと思ってですね。それで、この事務所にですね、宇野さんの事務所に、お金は全くないので、とにかく誰か ね、この映像を見て、聞いてくれる人いないだろうかみたいなことで、メールかなんかを送ったら、いいですよというか、ちょっと検討しますと言ったら、すぐですね、宇野さんっていう人がいるんですけどということが来まして、でとにかくリサイタルを見てほしいということで、見に行きました。で、まあ、いろいろあって、お二人に渋谷で出会ってですね、宇野さんの方がですね、坂口さん、少しはお金あるんでしょうって言われたので、全くお金がないので、もうスタジオにもないんだと、そしたら、こちらのスタジオをして、実はここで録音したんですよ。で、本当にそういう部分でね、ただ、なんですか、本当にその事実をね、やっぱり言うことというかね、しかしながらね、私もいささかの自尊心もプライドもあるので、そしたら2人がですね、
佐村浩市じゃないんですけど、僕らは渋谷で出会いまして、4人で会ってですね、あの渋谷の小さなスタジオに会いました。でね、本当にあの、まあ、宇野さんも飯垣さんもあまりこう僕の話は何て言うんですか、そんなには話さなくて、とにかく受けてくださってですね。それからね、あの新垣さん の, あの事件が起きる、事件というか、まあ、あれが起こって、まあ、びっくりしちゃってですね、あんまりね、すぐ新垣さんに電話するのも悪いなと思って調べにしとこうと思って何ヶ月間で調べにしてたんですけど、あの新垣さんの方からですね、大変申し訳ありませんでしたというメールが来まして、まあ、申し訳ないということはないんだけども、まあ、まだ大変こう人柄を表しているエピソードだなと思って、まあ、大変嬉しく思いました。まあ、そういうことがあって、あのこの映画ができたという話をしました。まあ、せっかくなので、あの出演者の方にもですね、2人の音楽についてどう思うかっていうとね、あの三浦さんが。一応はあの人の声が一番近いです、私はあの一番大事なんですけど、ね、とにかくあの撮影中は何ももちろん音楽はなくて、でさっき申し上げた私のバレエのシーンは、私が踊った私の頭の中で全く違う曲をあのこうずっとこうリピートして踊ったのにあのつけてくださったので、とてもそういう経験はなかったので、全てが全ての私にとっての宝物でした。その映像を見てつけてくださるっていう、バレエは絶対逆ですので、あの音楽ありきでこうつけていくので、なんかあの本当にその二人のこう織りなすこう紡いでいくっていうんでしょうか、それがすごくあの即興でとおっしゃったので、多分にこうご覧いただいたところに素直にそのつけるなんかあの思ってさせていただけたんだなというふうに思いました。よろしくどうぞ。場面とかでなんか全然違う雰囲気の音楽だったり、あのなんて場面に沿った音楽だったりっていうのが あるので、そこもこの映画の見どころだったりするんじゃないかなと思います。楽器が違うので、音の伝え方とか表現の仕方も違ってくるので、やっぱり伝わり方も違うので、そこが一番いいところだと思います。頑張ってほしいなと思います。ですね、私はまあビジネス先生の世界でずっと生きてきたんですけど、ほとんどお金が出ないようなビジネスにはですね、だいたい手抜きをするんですが、先生全然手抜きなさってないですよね。それに映画を見ていただくと分かるんですけど、この映画に本当にぴったりしたですね、音である曲であるということで、非常に感銘を受けました。どうもありがとうございました。そういえばですね、その音楽の方ただじゃなくて、あのただなんですけれども、ただで、まあ、2人がね、まあ、その分権限はもう僕は全然全く持たないので、当然のことながら、お二人が権限を、ね、持って、ぜひそういう部分ではね、まあ、CD もぜひ出してほしいし、まあ、音楽ユニットも結成しても、もう本当に華々しく2人の世界を突き進んでほしいと僕は思うんですけど、で出演者の方々もですね、あまりお金がなかったもんですから、もう自費で来てくれる人を思って千葉の未来構想ってことだったんですけど、もうだから皆さんで自分でそれやる代を払ってですね、本当ずうずうしいんですけど、でも楽しかったですよ。で山下さんはね、もう本当に一部上場のですね、会長をやってて、2人でやった会社が一部上場で、今これ本当なんですけど、ミリオンダランっていうふうに聞くと山下さんが出てくるような人なんですけど、でまあ僕は全然そのこと知らなくてね、まあ、砂浜で本当にもうそうで倒れてて、海が波がですねさらっていくようなところで撮って、本当に普通のおじさんっていう感じで、まあそういうね、なんか頂点を極めた人っていうのはね、やっぱり映画の中でもやっぱり異彩を放つので、大変これからもまたありがとうございます、よろしくお願いします。で そうですね、そうそう、そういうその新垣さんもね、宇野さんも、まあ、僕がその今回のこの映画を持ちかけたときに、別に僕がお金がないからという哀れみだけではなくて、やっぱり東日本大震災でも実際に被災地でね、活動なさってるので、まあ、その方のことは楽しみ。それぞれだと思います。
でもちょこちょこね、別々にも行ったりしてますし、一緒に行ったこともあるんですけど、一番最近行ったのはもう1年ぐらい前ですね。偶然高田市に残った小学校ですね。募金を、例えば僕自分で企画している小さなサロンコンサートで収益を貯めて普通に寄付したこともあるんですけど、で、例えば赤十字やったりミニフェスだったり、寄付するとそのお金が具体的にどこに行ったかわからないっていうのがちょっとモヤモヤして、でやっぱり震災の時は僕なんかすごく考えたんですよ。皆さんそうだと思うんですけど、音楽ってもういらないと思ったんですよ、自身が。仕事もなくなったし、演奏会もなくなるし、生きていくのに音楽っていうのはいらないのかな、すごい悩んだりして、でもその後まただん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 復興していってって中で何ができるかなっていうことで、だったらその貯めたお金を寄付するんじゃなくて自分たちが出向くお金を使ったらどうかっていうことで、ボランティア演奏っていうのを少しずつ始めて、それもわーっと行くんじゃなくて、もう1年に1回も2年に1回も10年に20年続けようと思って始めたんですよ。で、彼に話したら彼も賛同してくれて、たまになんですけどね、またお願いしますっていう感じでしょう。はい、被災地の方々の、いろいろな事情というのもそれぞれ違うんですね。実際お会いして、自分たちは演奏をするだけなんですが、でもそういう中でやはりするだけなんですけど、音楽というものは非常に大きな、力を持っていると思いますし、それを信じて、ささやかながら、そのような彼と一緒に演奏したりというようなことをさせていただいています。僕が そのカメラマンを雇うお金がないもんだからでカメラを回すわけですけど、適当なんですよ。適当にこう自分のカメラを回して適当にやっていくわけですけど、二人も結構ね適当に見えるんですよ。いやで、ね、僕はその映像を、見せて、でそこから二人でね音楽を、やっていくわけですけど、その二人のね、こう追求していくところというのはですね、なんかすごくこう深いところに入っていくので、で、それがすごくね、僕は、とても嬉しかったんですけど、二人のね、そのなんかこう、その心のなんていうの、深いところっていうのの、なんか共通性っていうのは、スター・ウォーズだけではなくて、なんかあるわけでしょ。なんかいつもね、真夜中のカウボーイじゃないけどさ、なんかそういう二人のなんかすごいね、コンビネーションっていうのが僕はいいと思うんですよ。なんか二人のね、なんかそのなんていうんですか、挫折体験。新垣さんは挫折体験であり、栄光であり、また今の人は入りませんけど、ならないけど、二人の出会って喧嘩悪いしもんなかずっと仲良くない。振ってるんですか。なんかもうこいつとはちょっと話したくないとかそういうのもあるでしょ。だっていや、そんなのないですよね。そうですね、残念ながら。でも今練習中でもう火花が散ることはありました。それはありましたね。それで怒っちゃうことあったかもしれない。新垣さんはなんか運動さんのあれすると寛容だよね、すごくね。寛容な感じがします。彼、彼は寛容です。だよね。運動さんは多分おそらくイケイケみたいなところがあって、かなり強烈な。いやでもしつこいかもしれない、僕の方が。なんか一つの曲をリハするときももういいんじゃないって言ってんのに、いやそこがこうじゃないっていうのは僕かもしれない。それを嫌がらないでくれるっていう。でも新垣さんのような方を求めてるところもあるでしょ、自分の芸術性みたいなところでね。そういうのってツッコミとボケみたいなのが何歳にあるじゃないですか。そういう部分でもあれ、そういうようなことがないんですか。そういうのは、でもやっぱりもうちょっと練習してねっていうふうに言われますもうちょっと準備してきて。東京ボーダーレス TV